小説新人間革命第30巻誓願の章の最後に描かれた2001年11月の本部幹部会。池田先生は大願を貫く本物の弟子の生き方を青年に期待しました。思えば牧口先生は獄中にあって、私には多田君という偉大な弟子がいる。だから私がこのまま牢獄に倒れても、創価学会は断じて世界中に発展していく、こう厳然と語り残ったんです。獄中で多田君がいる、本当の弟子がいる、これが人間の究極ね、仏法の究極、そしてまた歴史の究極です。また戸田先生が水溝会の会合のに私にこうも言われた、忘れない。八条一間から始まった松下村塾の松陰門下の手で明治維新は達成された。学会も中核の青年がいれば、みんな一人の本物の弟子がいれば、高専部は断じてできる。その一人が私だったんです。高専さんは美術なんです。私に続く人間は本物なんです。どうか青年の諸君は俊厳なるこの創価の三代の師弟の魂を断じて受け継いでいってもらいたいんです。これが 最終の勝利者の姿だ。これがまた創学会が21世紀を勝ち抜いていく根本の道であると私は言い残しておきたいけども、どうだろう。Greetings by Senior Vice President Mr. Hiromasa Ikeda. 世界青年武装会の大成功、誠におめでとうございます。この誓いの文字は35年前の10月に中部でしたためたものです。35年前といえば、池田先生は57歳、間もなく58歳を迎える頃です。先生は中部の後に関西中国指導に行かれましたが、帰郷後に体調を崩されて大学病院に入院されました。戸田先生が亡くなられたのが58歳であったこともあり、池田先生はこの時に決意を新たにされます。その心境は新人間革命第30巻誓願の章に書かれております。私には恩師から託された世界交付の使命がある。そのためには断じて倒れるわけにはいかない。死の分までも生きて生きて生き抜いて、世界交戦ルフの永遠の基盤を作らねばならないと。この文字は池田先生の恩師に対する誓いでありました。そして本日からはこの賞を贈られた皆さんが池田先生に対する誓いを実践する時なのです。それでは池田先生からのメッセージを紹介いたします。すべてを見守っておりました。距離を超え時差を超えて青春の命を結び合ったみんなの歌声も演奏も、また体験も夢も大拍手を送っておりました。そしてみんなの誓いも全部我が命に刻みつけました。出演者の皆さん、役員の皆さん、陰で応援してくださった全ての皆さん、本当にありがとう。一番大変な時に先駆けて一番勇敢に聡明に戦う、この創価の師弟の魂を燃やし、コロナ禍という試練に挑み、全世界の我が青年部、我が未来部が決然と立ち上がってくれた。創立100周年へ、世界交戦ルフの遠大なる新たなる地平がここに晴れ晴れと開かれました。
我が自由の君たちは勝つために生まれてきたのです。いかなる苦難にも打ち勝って、家族を、友人を、眷属を、民衆を、そして人類を幸福に平和にするために生まれてきた。妙法という生命尊厳の極理を探求し実践する君たちは、紛れもなく最も強く明るい勇気の太陽であり、最も清く朗らかな希望の蓮華であります。だからこそ、どんなに時代の闇が深くとも、どんなに社会の濁りが厳しくとも、誓いに生き抜く君たちが断じて負けるわけがない。私が誓いの同志と共に獅子王の心で貫き通してきた最後は必ず勝つとの絶対勝利の信心を君たちに厳然と託します。一人一人の生命から知恵と慈悲を湧き出し、友情を結び、喜びあふれる励ましの絆を築いてきたのが創価の世界です。この奇跡とも言うべき麗しき地球民族の連帯をどこまでも大切に守り広げ、我らの青き地球を何としても立正安国、そして立正安世界の大歓喜の星に輝かせていきたい。かけがえのない光景の宝の君たちが、一人も漏れなく健康で学び鍛えて、幸福勝利の青春を飾り、偉大なる人間革命即世界光線ルフの凱歌を21世紀の大空へ轟かせていくことを、私は命の限り祈り抜いていきます。新人間革命の世紀を作る山本真一のスクラム万歳と叫んで、祝福と感謝のメッセージとします。はい、ありがとう。 Thank you very much。 以上、大変におめでとうございました。